はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。さあ、今日はですね、伊勢物語、渚さの委説明していきたいと思います。昔、これ高の巫子と申す巫子、おわしましけりというふうに始まってますね。これ高の巫子という方がいらっしゃったという話です。えー、尊敬語作者から当然巫子ですね。で、山崎のあなたというのは、これ、言うっていうあなたではなくて、あちらの方というね、方向を意味しているので、 向こう側に、みなせというところに、宮ありけりというふうになってますね。山崎の少し向こう側の方に、みなせというところがあって、で、そこに、この宮というのは、えー、住む場所を表しますで。住む場所がありました。お屋敷がありました。という感じですね。年ごと、ええー、これ、ま、ずっと毎年毎年ってことです。の、桜の、 花盛りには、という風になってますね。桜の花盛りには、その宮へ、なん、おわしましける。なムと、けるで、かかり結びの法則になっているという形で、おわしますというのは、これまた尊敬語で、作者から巫女に対する尊敬語になります。その時、右の馬の神なりける人っていう風になってますね。このなりは断定の助動詞です。えー、神というね、名詞が前に来ているので、名詞に接続しているなりはもう、断定という風に理解しといていいと思います。 これが実は伊勢物語の主人公という風にモデルされている有リバの成平という風に大体理解します。伊勢物語の場合はね。なので、これ誰ですかって言われたら、あ、アリバの成平ですねっていう風に答えてくださいね。はい。その人を常にいておわしましけりという風になってますね。まあ、この常にというのはもう常にという風に取る時もありますけど、基本は頻繁にとかよくという風に取ることが多いです。 ま、頻繁によく、いて、おわしましけりですね。いて、どん、い、は、これ、神一段、いる、です。連れて行く、という形になります。和行同士なので、気をつけてくださいね。 つれて、おわしましけり、尊敬語で作者から、巫女に対するものになります。なんで、わかりやすいですよね。今回の文章っていうのは、あ、敬語使ってたら大体巫女に対してかなと。そして尊敬語なら、あ、みこが主語なのかなというふうに理解してもらえればいいと思います。えー、辞世が経て、久しくなりにければというふうになってますね。えー、余談同士なるですね。えー、余談同士なる。なりの識別の問題とかもよく出てくるんですけども、えー、なる、これ何なんだろうというふうな問題。 問題になった時っていうのは、えー、なるの前を見てください。なるの前が「ずうとにく」という言葉。ずく、えー、ずうとにくです。何何ずなり、何々なり何何う、何何何となり、何々にり何に、何何にく、何というふうになってたら、四段同士なるだなっていうふうに理解したらいいと思います。 で、その後ろ、にければという風になってますね。にけり、にたりのには完了という風に理解しましょう。なので、ここは完了です。久しくなったのでという感じですね。だから少し時間が経過したという形ですね。その人の名、忘れにけり、にけり、にたりのには完了ですよね。 はい。狩りは年頃にもせでというふうになってます。年頃っていうのは熱心にという単語なので、熱心にもせで。このせいは左辺同士数です。なので、しないでというふうになります。仮は熱心にもしないで酒を飲み飲みつつというふうになってね、飲み飲みつつみたいになってますけども。 酒ばかりを飲んでいて、山和歌にかかれりけりという風になっているね。山和歌というのは和歌を指します。そしてかかれりのり、これもよく識別、文法の問題で出てきますが、りとかるの前がえーっていう音。今回なられーってなってますよね。れーってえーになりますよね。えーの音にくっついている場合は、完了の助動詞、りという風に理解すればいいと思います。和歌に めっちゃご終身だったという感じですね。はい、ということで、えー、なんかわかりませんけども、狩りをあまりせずにですね、山和歌、うん、和歌の方に基本なんかね、あの、興味がシフトしていったみたいなんですけども、と。 今、狩りする、肩ノのなぎさの家、その院の桜、ことに面白しい。まあ大体わかりますよね。肩ノという場所があって、そこになぎさの家があってですね、そこの桜が非常に風情があると。その木の元に、折り入って、という風になってます。その木の元に、この家はいるという、これもまた、神一段同士になるんですけども、和行です。和行、神一段同士、座って、ということですね。その桜の木の下に座ってですね、 枝を降りて、かざしに刺して、紙飾りみたいなね、ピッてね、かんざしとして刺して、神、中、下というのはこれすべて身分を表します。身分が上の人も中ぐらいの人も、そして下の人も、要はどんな身分の人でもというふうに役を作ったりするんですけども、神、中、下、皆歌読み蹴り、みんな歌読んでたと。そして、馬の神なり蹴る人、出ましたね、なりひらです。なりひらが読める。 このルーもさっきやりましたね。このルー何ですかって言われたら、メーっていうね、A の音が来てますから、あ、官僚の助動詞だなというふうに理解したらいいと思います。世の中に耐えて桜の中りせば、春の心はのどけからましという和歌を読みました。非常に有名な歌ですよね。聞いたことある人も結構多いんじゃないでしょうか。実は伊勢物語のここから来てたんですよね。世の中に全く桜が、これ、 せばのせ、ぜひ覚えておいてくださいえ。よく文法問題とかで出てきたりもするんですけど、このせって何ですかっていうと、過去の助動ーの未然形です。せ、まる、き、し、しか、まるというふうに活用する過去の助動ーの未然形。で、使い方が決まっててですね、この未然形プラスバーで、半日仮想という構造でしか使いません。 なので、必ず、これ、色変えてますが、和歌の一番最後に、ましっていう助動詞がくっついてますよね。こいつとセットで使います。せば、ほにゃらら、ましという風に出てきたら、はい、半日化そうという風に理解してくださいね。訳役としては普通の家庭法と一緒でいいと思います。世の中に全く桜がなかったならば、春の心というのは、 まあこれは春の人の心というのはという感じですね。のどけからまし、のどけしという形容詞が活用しているんですけども、非常にのどかであっただろうにというふうになっています。これ何を言ってんのかっていうとですね、これ後のね、えー、変化を読むと大体理解がわかあの深まるんですけども、 結局ですね、この世の中に全く桜がなかったなら、春の人の心というのは非常にのどかだっただろうなぁという話をしてて、これはいつ散るのえ散もう、もう散った花見まだやのに、え散ってない散って、散った咲いた散ったみたいなね。 桜が咲いたシーズンっていうのは、このもう桜のことばっかり考えて、桜にこういろいろ振り回されたりしちゃいますよね。それをね、実は言ってるんですよ。もうそんなこともね、というふうに。このように桜がなかったなら、もともと全くなかったのにね、という感じですね。えー、そういう和歌になってます。で、一つちょっと文法事項のお話をしときましょう。半日化想という意味用法の構造なんですけども、何々ましか、何々ませ。 何々せ、これ全てにバーがつくっついてたらましかばましませばましせばまし,ば増しというふうに全部最後のところにましというのがくっつくんですけどもこれが半日仮想と呼ばれる構造になります。 この形を見かけたら必ずですね、もう役としてはほにゃららならば、点点点だったろうにとか点点だろうにみたいな風に役を作ってもらえればいいかなと思います。半日かそうね。 この何々セバのせばの性が過去の助動詞、キーの未然形なんですよ、えー。覚えといてくださいね。と、読みたりいける。ナムが形助詞ですね。ああ、ごめんなさい。有原の成平がこういう風に読みました。有原の成平って漢字どうやって書くんやろうと思ってた人は、これが有原の成平の漢字です。財原行平という風に書いたらいいんですよね。財原行平です。覚えやすいですよね。財原行平。はい。となん、読めり、読みたりいけると。 はい、ナムとケルがかかり結びの法則してますよというところで、えー、いきましょう。また人の歌ですね。散ればこそ、いとど桜はめでたけれ浮世に何か久しかるべき。というふうに、他の人がまた歌を読みました。散ればこそ、散るからこそ、いとどますます桜は、めでたい、素晴らしい、立派なのだよと。 ここ、こそとめでたけれがですね、かかりむすびの法則になっているので、この歌は1、2、3区切れを起こしています。めでたけれの後で、えー、和歌が切れているという形ですね。えー、終わっちゃうので文章が。かかりむすびの法則になっているからね。はい。で、めでたいのですよと。浮世に何か、この辛い世の中で何が久しかるべき。 非常に長い間、長期間存在するだろうか。いや、そんなものはしない。というふうな形になってます。有原の成平がですね、桜がなかったら春の心はもっと穏やかな、落ち着いたものだったろうなぁ、という。もう咲き始めたのか、いや、もう散ったのか、あ雨が降ら,降らないで、ああ、花見が、とかっていうこともなかったんじゃないのっていうふうに言ってるんですが、他の人はですね、いや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 、 このつらい世の中で一体どういうものがこんな長い間こんなというか、まあ、長い間、えー、存在するものがありますかいやないでしょ。何もかもそんな長い間存在しないんですよと。ということは桜も散るからこそ美しいんだぞ散る桜、残る桜も散る桜だ。 っていうね。ああいう感じになりますけども。まあそういう和歌を読んでます。えー、ここの和歌に関しては、半語で最後解釈をきっちりしてくださいね。というのがポイントになりますね。えー、とて、その木の元は立ちで帰るに日れ、日暮れになりぬ。というふうになってますね。と言って、その木の元を立ち、帰、えっ、ー、ていくと、日暮れになってしまった。官僚の助動詞です。文末で使ってますからね。官僚の助動詞連用形にも接続してるしね。 お供なる人。このなるはお供という名詞がくっついてますから断定です。お供である人。酒を持たせて野よりいで来たりというふうになっているよね。酒を持たせて、えー、のから出てきたと。そしてこの酒を飲みてむとてというふうになっています。このてむは脅威の助動詞ですね。官僚脅威の助動詞通の未然形になっています。脅威の助動詞。そして意志の助動詞、無ということですね。 この酒をみんなで飲もうぜ、みたいな。まあ、勧誘というふうにとってもいいかなと思いますけどね。まあ、医師か勧誘かっていうところですかね。まあ、この辺は学校の先生の、えー、言ったところに従ってもらえればなと思います。良、えー、きところを求め行くに、天の川というところに至りぬ。天の川に至ったと。官僚の助動詞ですね。さっきと一緒。巫女に馬の神、大幹マイルというふうになってますね。このマイルというのは、まあ、 次に行くという感じで取ればいいと思いますが、謙譲語で、えー、作者から巫女に対する謙譲語になります。どうぞどうぞというふうにね、差し上げる。巫女のたまいけるというふうになってますね。巫女がおっしゃりました、えー、尊敬語、作者から巫女に対する尊敬語です。 カタを借りて、天の川のほとりに至るを第二手、歌読みて、杯はさせ、というふうに言ってますね。なので、ここは何かっていうと、カタでさっき借りをしてたとかいう話になってたので、カタで借りをし、今、天の川というところにいるから、そこに至るまでのことを題とし、歌を読め、というふうにですね、ミコから題をいただきました。まあ、お題ですね。いわゆるね。これで和歌作れ、というふうに言われたわけですよ。 と野玉いければ作者から巫女に対すする尊敬子ですおっしゃったので「かの馬の神読みてまつりける」「かの馬の神はですね読んでもう、えー、差し上げました」「謙譲語」「作者から巫女」です。「仮暮らし」「七夕爪に宿絡む」「天の河原に我は気にけり」というふうになってますね。 狩り暮らしというのは、狩り暮らしのほへへ,へ,へではなくてですね、ずーっと狩りをしてたということを表します。だから、ずっと狩りをしていて、七夕爪というのはですね、これ、織姫のことを指すんですよね。えー、織姫に宿を絡む、狩りようというふうになっています。 天の河原に私は来たのだからという感じですね。はい。にけり、にたりのには完了でした。なので、この2は完了の助動詞ですね。完了の助動詞、ぬの連用形です。で、けりは和歌で使われると過去ではなく英単という意味でぜひ取るようにしてください。よろしいでしょうか。 私は来たのだなという風になってます。すごいですね。きっちりすべて盛り込んで歌を作ってきました。ずっと狩りをしてて、七夕爪に宿を借りようと思ったと。だってここは天の河原なんだから。 という風うな感じの和歌なんですよね。素晴らしいですね。まあ、天の川というね、えー、地名に来たということで、天の川といえばやっぱ織姫と彦星というところの関係で呼んだ和歌なんでしょうね。素敵ですね。さすがですね、これね。有原の成平、さすが。 はい、という和歌を読みなさったので、ミことしてはですね、おー、すげえじゃなー、すげえじゃねーかー、言うて、驚きを隠せません。みこ、歌を返す返す、ズジタモーという風になってます。ずずえず、ー、というのはですね、口ずさむ、声に出すということなので、繰り返し繰り返し、口ずさんでということですね。今の、成平が作った歌をですね、返す返す、何度も何度も口に 出してみると、えー、多毛手作者から巫女に対する尊敬語です基本主語を高める尊敬語ですからね開始えしたまわずという風になってますねまずたまは尊敬語で巫女です作者巫女なんでね今でえほにゃららず え、ほにゃらら、打ち消しというふうに来たら、不可能という役を当てるので、返すことができなかったというふうになってます。お返しできないというね、お返しなさることができないみたいな感じの役かな。 だからこれなんでなんですかっていうと、成平の歌があまりにも素敵すぎてですね、なんか変がしようにも全然他思いつかなかったってことなんですよ。まあそれぐらい素晴らしく立派だったってことです。そこに、木のありつね、お供につこうまつれりというふうになってます。つこうまつるというのは謙譲語で、これ作者から巫女に対する謙譲語です。木のありつねが目的語である巫女に対して謙譲語 これ、作者が使ってる感じね。で、ね、リーがですね、完了の助動詞になってます。さっきと一緒ですね。リーとかルーの前が A の音。この場合は、レーってなってますから、レー、A の音でしょ ?A の音にくっついてたら、完了の助動詞。それが開始。という風になってます。昨日、アリツネという人もですね、実は非常に若人、えー、若人というか、まあ歌人として有名なんですよね。その有名なアリツネが変化をしました。 人とせに、ひとたび来ます。君待てば。宿かす人もあらじとぞ思う。というふうに和歌を読みました。人とせにというのは一年にってことですね。で、ひとたび一回来ます。このますはですね、尊敬の補助を表します。一度来られる。君を待つので。 という感じですね。はい。このマス、尊敬語になっているので、一体誰から誰なのかというと、この和歌を作っているのが、木のありつねということなので、木のありつねから、彦星に対する尊敬語なんですよね。え、なんでそんな彦星ってわかるんですかっていうと、さっき有、有原の成平が、織姫という言葉を出して和歌を作りました。それを受けてるんですよね。 天の川に来たっていうのを和歌にせえって言われたから、オッケーわかりましたって言って、えー、織姫を和歌に出してきたんですよ。なので、それを受けて、昨日ありつねはですね、なるほど、そう来るのならばということで、一年に一回、 彦星と織姫は会うという伝承伝説がありますよね。なのでそれを踏まえて、人とせにひとたび来ます、君待てばというふうに表現してるんですよ。だからこの君というのが彦星のことを指してるんですよね。一年に一度やってくるということです。一年に一度やってくるあの彦星様。その君を待つのでというふうな解釈になります。 いいでしょうか。なので、ここ、えー、木のありつねから彦星に対する尊敬ことですね。君を待っているので、宿を貸す人も、あらじとぞ思う。あらじの字は、打ち消し水量とか、打ち消し意志とかいう意味になるんですが、ここは打ち消し水量でいいと思います。宿を貸す人も、おるまい。 と思いますこんな感じですね。もうすごいですね。ちゃんと、えー、織姫というのを出したものに対して、きっちり返事をしていると。一年に一度来れる、来られる彦星様を待っていらっしゃるので、宿を貸す人もいないんじゃないかなっていうことですね。それは面白いですよね。織姫様に宿借りようって言ったら、いやいや、織姫様多分宿貸してくれないんじゃないだって、一年に一回彼氏来るんやからっていう感じですね。 はい。素敵な和歌で締めくくられました。こういうね、和歌っていうのは、贈答が成り立って基本ワンセットなんで、ああ、よかったよかったという感じですね。美子もちょっと一安心ですね。変ができひんかったらどうしようかなって思ってたと思いますが。帰りて、宮にいらせたまいぬ、ね、せたまいですね。二重尊敬になってますが、作者から美子に対する尊敬語です。で、もちろん、ヌーは官僚ですね、文末で使っているんでね、連用形に接続してるし。 よ、ふくるまで酒を飲み、物語して、主の巫女は酔っ払ってですね、入りたまいなんとすって書いてます。このたまいは尊敬語ですね。作者から巫女。もうほぼ巫女でしょ。<laughs> 巫女でしょほぼ巫女でしょ。だから和歌のますだけ気をつけといたら、あとはもう作者からほぼ巫女なんですよ。尊敬語も健常語も。OK? ね、ナムトスという風になってますが、ここのナムトスのところですね、このナーがですね、完了教威の助動詞、ヌーの未然形になります。未然形ね。で、ムトスっていうのがですね、これ助動詞のムーと,と、トーとそして左辺の数がくっついてるんですが、これもともとムトスという風に使ってて、だん,だん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 それがですね、縮まっていって、ムズっていう動詞、助動詞に変わっていっちゃうんですよね。なので、えー、ムズとム、 そしてこの無トスっていうのは基本も同じでいいと思います。 だから、えー、何しようとするという感じですね。酔っ払って入っていこうとするって感じですね。酔っ払ったから部屋の方に戻ろうとしてるんでしょうね、ミコが。えー、酔っ払ったぜー、言うて。もう、もうこれ家の中に入るんじゃなくて、あの、自分の部屋に戻ろうということなんでしょうけども、自分の部屋に入ろうって、まあ寝ようというよね、寝室の方に入っていこうとしてるところなんでしょうが、11日の月という風になってます。これ、あの、15夜のお月様とかっていう表現する通りですね。えー、お月の形とか、それを見て 名前をつけてたという状況なんですけどもそのお月様も隠れナムとすればここもナムとすれば一緒です脅威と意志が合体してるんですけどもナートムとすればのところでねかの馬の神の読める官僚の助動詞ですよもう大丈夫かな、えー、えーっていう音の 後に、リーとかルーが来てたら、官僚の女同士。はい、ということで、場面がポン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 変わりますね。今は、ミナセに帰ってきて、そのミナセの屋敷で、みんなで物語をしながら、お酒を飲んで盛り上がって、ま、あ宴会してたわけですよ。で、宴会してたら、ミコが酔っ払ったから、その酔っ払ったね。 えー、ミコがもう俺は寝るぞい、言うて部屋に入っていこうとすると、アリワロの成平が和歌読んだんです。赤なくに、まだ気もつきのかくるるか、山の葉にけて、入れずもあらなむという風になってますね。赤なく、悪というのは満足するという動詞で、なくにというのはこれ、できない、不可能の意味で取ったらいいと思います。なので、赤なくにで満足できないのに、まだ気もつきの、まだそんな時刻でもないのに、 お月様が隠れるか隠れてしまうのですかまあ大体この辺で分かりますよね。あ、なるほどと。月と巫女っていうのを比喩でつないでるんだなっていうことです。その通りですね。隠れるのか。山の葉が逃げて入れずも荒波と。山の葉よ、ちょっと逃げてくれと。そしてお月様を入れないように最後のナムこれは終女子のナムと言ってえ、文末一番最後に使うものなんですよね。 で、願望の意味を持ってるんですけども、少し変わった願望で、他者への願望という修助詞になるので、何々してほしいという役になるんですよね。だから、入れないでほしいという風な役になってきます。他者への願望です。だから、ここがね、修助詞のバヤとナムは気をつけないといけないとこで、どっちも願望なんだけど、バヤの方は自己の願望で何々したい。 ね、ナムの方は他者への願望で、誰かに何々してほしいという風な役になるので、ぜひ気をつけておいてください。それを踏まえて役をつけ、作るとですね、えー、お月様を入れないようにしてほしいな、という風な解釈になってるんですよね。月と巫女が比喩で繋がってるっていうことを踏まえるとですね、満足できないのに、まだその時刻でもないのに、お月様、あなた巫女はもう隠れるのですかお部屋に帰って、 おやすみになられるのですか山の部屋をちょっと逃げてお月様を入れないようにしてほしいなぁというちょっとおしゃれなえもうの寝るんですかミコっていうもうちょっと宴会しましょうよっていう和歌ですねまあそういう感じですするとですねミコに代わり立て祭りって書いてる立て祭りは謙譲語なのでえこれもまたミコにというねえ目的語にミコが来てますから謙譲語を使ってて作者からミコ木のありつねが和歌を読みました おしなべて、そうして、みねも平らになりななん、ですね。みねも平らになってほしいなという。平らになるってことは、こう、山頂がなくなっても、すごいなだらかな感じになっちゃう。なだらかな感じになっちゃうんですけども。で、その後、ななんって書いてますね。これ何かというと、まず、前のな、これは、官僚教諭の助動詞、ヌの未然形です。 で後ろのナムこれがさっきの和歌でも出てきた修女子他者への願望のナムなんですよねで他者への願望のナムっていうのは未然形に接続するのでナムの前は未然形になるんですだから官僚脅威の助動詞ヌが未然形でナってなってるんですでくっついてしまって変な感じしますけどナナムというふうな形になってるんですよね それらを踏まえて、いや、もう調べて、掃除してね、えー、みねも平らになってほしいものですなーって言ってるんですよ。なんでかっていうと、これはですね、山の葉なくは月もいらじようというふうになってます。このなく葉という表現もぜひ覚えておいてください。もともとはここ、形容詞なしの未然形プラスバーやったんです。 接続助詞の場が静音化って言って点々がなくなるってことなんですけど点々がなくなった結果はという形に変わっちゃってるんですよね。だからなくはという形になってるんですが意味はなく場と一緒です。だから山の葉がないならばという風うに家庭の役を当ててください。そうして山頂、峰というのも非常に平らになってほしいなぁ。山の葉がないならば月もいらじよ。 お月様も入っていかないだろうからね。っていう風に、昨日、有常の方もですね、和歌を作ってます。まあ、基本だから、成平が作った歌に対してですね、有常が、まあ、それに便乗していく。まあ、これじゃあ、便乗ってパクリやんっていう、まあ、そういうことじゃないんですよ。 呼んでくれた和歌に対してその和歌をきっちり理解してますよというのを踏まえて前の人が作った和歌のフレーズとかをそのまま使って変化するっていうのはこの当時結構普通やったんでね。じゃないとなんかこうキャッチボールにならないでしょ。自分がこういう修字法を込めて作りましたよーって和歌作ってんのに全然関係ないのでボーンって返されたらお前聞いてたか人の和歌みたいな感じになるからね。なので、えー、こういうね 前の人の和歌を踏まえて後ろの人が和歌を作るっていうのはだいたい一般的だと思ってもらっていいと思います。はい。よろしいでしょうか。なので、まあちょっとね、もう、伊勢物語といえば、歌なんですよ。和歌。 和歌の解釈。で、すげえなんか急に取ってつけたような説明とかがちょいちょい上がってくるんですけど、それも伊勢物語の特徴です。和歌を説明したいがために、なんじゃそらみたいな説明を急にポンって持ってくるっていうところ。まあだからそこがヒントになってるんだというふうに理解していけば、実は和歌の解釈やりやすいですよというところでした。よろしいでしょうか。はい。ということで皆さん、渚さの院。 しっかり頑張って、えー、テストでまたいい点取ってくださいね。また、えー、結果出てきましたら、えー、いいご報告待ってます。頑張ってください。